ハロー YouTube ヒカキンブログへようこそ。さあマリシテンザックザック倒していきたいと思います。もうね、坂本龍馬でまずね3体くらい撃破、3体食らうよし、 OK で、オシリスで石と、この火属性のやつの間に入ります。ブロックのこの体かな。はい、 OK、 はい、 OKOKOK で、ドラえもんで盾貫して突破。このパーティーは安定しそう。ほら、当たったばっかりのオシリスなんで、ですね、マインスイーパーある方の進化にしましたね。結構ネット上見ても、神化より進化の方がやっぱりかなり評価が高いようで、オシリスは進化で。はい、ルシファーは、できれば左の、ザコとビットの間に入りたい。オッケーや、オッケーや、重力バリアね、これ出るだけだから2台でも倒せればオッケー。ああはいや、じいちゃんを倒したい。じいちゃん倒せないし近い、これはじいちゃん優先ですね。変なパツパツしたやつ出してくるんで、あ、ちょうどいいや。はい、オシリスで、オシリスでカンカンデビュー、カンカンデビュー、下下下下、あー下倒せないにしてもいいな。でジュラエモンで、ジュラエモンは完全にこういう感じ。ルシファーに当たれ、あー危ない、おじいちゃん倒した。んでルシファーで、ちょっと角度厳しいけどチャレンジ。はい、おー鈍く入ったね、いいね。で、坂本ちゃんの兄貴で、まあまあマインスイーパーは特に気にせず行きます。マインスイーパーっていうか地雷か、地雷は気にしません。そう、ダメージゴールさえ気をつけてれば、まずね、オシリスドラえもん地雷大丈夫なんで。ほら倒せ、おーっと倒せない、移動かな。はい、ドラえもんで、さようなら、さようならドラえもん。オッケー、なんかマリシテン好きですね。やっぱりヤマタケとかに比べてやっぱ簡単な気がするんで。あー、ちょっとルシファー始まりにしたのミスりました。ただ次の坂本龍馬でザックザックいけるんで、ここはまあ無理しないで、ドラえもんのエナジーサークルね。はい、3体、あーそっか、こうか、危険だなこれ。盾倒します。あー横もいけたね、ちょっとビビっちゃった。でお尻で上のじいちゃん倒すかな。入りたいけどちょっとここ、じいちゃん、あー入れない、やっぱし入れない。でドラえもん、あーでも大丈夫だね、ドラえもんで往復します。これ倒せるかと、タスカンしてると倒せるんですね。で、あとはじいちゃんのパツパツが怖いんですよ。すべて擬音ですいません。じいちゃんの短距離拡散弾みたいなのあるじゃないですか、パツ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 ってやつ、あれが怖いんですよ。オシリスがちょっと食らうかも。1体ならまだ大丈夫なんですけど、2体とかいるとちょっとねだいぶ食らうんで。じいちゃん、あーちょっと貴族性キラーが発動できない。そしてオシリスのマインスイーパーも起動できないと。変なバウンドするな。おっと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 、オッケー、ドラえもん始まりですね。そう、結構これ始まり意識していくとうまくいくんですよね。はい、ここは僕は、挟まって一撃を狙いたいんで、ザコをあえて一気に倒したくないんですね。オシリス、うん、ルシファーが入れる位置にいるので、ルシファーをあまり動かしたくないけど、ルシファーのエナジーサークルもいい位置。まあいいや、男は黙って一撃を狙うって感じで、あえて、ルシファー意識して、あーそっか、このターンザコ倒すだけになっちゃうね。はい、ここは移動したくないので、ここで確か上のザコが下に降りてくるんで、で、マリシテンの頭の2がやばいので、中心から逃げます。うまくいったら、オシリスも動かしながら。はい。ナ
イスだけどドラえもん行っちゃう。ドラえもん受けちゃったなこれ。嫌だな。しょったら次のルシファー、あ、次のドラえもんの次のルシファーで決めたいので、あえてザコは残して、多分ほぼ確実に入れる位置ですね、ルシファー。はい、ハート取ります。次で倒せると踏んでハート取ります。オッケー。さあここで入ろう。地雷とかも関係ないから、角度的には完璧な位置にいるな。ちょっと上目に、こんくらいでいけ。オッケー。これが入ると気持ちいいんだ。アシュラとかもそうですよね。アシュラもあの中ボスでシールドの間に入れたりすると気持ちいいですよね。さてと、ここはちょっと弱点がいい位置にあるな。まあでもプニョは嫌なんで、プニョを倒しながら行きたいと思います。はい、ドラえもんのエナジータグルもいい位置だったね。でさりげなくこの石との間とか入れるとこあるんですよね。これはルシファーに当てましょう。エナジー、ああ当たっちゃった。でドラえもん、ルシファーですね。迷ったらルシファー。当たんねー重力バリア発生。うまくいくとこの重力バリア発生する前にもう倒せたりするんですよね。うん、ルシファーはなんか重力バ、エナジーサークルが当たる位置にいたいので、この辺でプニョーンみたいな。よし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 、エナジーサークルがね。さあこれはもう縦勘で坂本龍馬でぶった切る。やばいな、マリシェの頭の3が来るとちょっと怖いんで、ガンガン食らわしてっても突破する方向で。重力バリア消えてくれ。やばい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 、ここピンチになるとこやない。次ルシファーか、いけるね。オッケー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 、横来いよ。これはまあドラえもんのエナジーサークルとかオシリスもいいとこにいるんで、これでいけるでしょう。オッケー、ちょっとヒヤッとしちゃったねこれ。あ、危ない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 。普段ここはねこんなんなるとこじゃないんですけども、はい、坂本ちゃんから始まるってことで非常にいい開始です。まあこうかな。はい、石芸、一番適正かもしんないね坂本龍馬が。まあ、他のサブがいての坂本龍馬なんですけど、ああこれ当たっちゃうかな。はい、おいった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 、うお冴えてるぞ、ちょっと冴えてる。最近なんか角度悩むよりも最初にここだと思った角度が一番いいなってことになんか僕は気づいたんですよね。人間の直感は考えた末の結果よりも、だいぶ鋭いと、いうのをちょっと知って、オシリスの友情コンボ出しながら立て噛んで、ハートはもう無視で倒したかな。おっと倒せない、じいちゃん倒せない。よし、ハート取ってからいける。危ない危ない、ドラえもんだと思ってた、危な。マジでこれついに来ちゃった感じだこれ。左だけはいかない感じで最悪倒して突破。やだなこれ。あーこれやっちゃったやつかな。あ、セーフ、危ない。はい、ボス全員ストライクショット溜まってるんで、多分これね真ん中のレーザーさえ食らわなければクリアできるはず。あーもうこれここで使っちゃうのも手だな。弱点ないんですけど使っちゃいます。ちょっとそれながら、はい、これどんくらい食らうんだろう。オシリスデビュー、うわーマジで、うわーマジで捕らえられる。これはずるいな。あ、属性がこうバッチリ当たってて、あれくらい隙間空いててもこんな飛ぶんだ。うわドラえもん来た、うわードラえもん燃えたい火、え
うわ、シールドっちゃった感じじゃん、これ。調子こいちゃったー。あいやいやー。さあ、逃げていきましょう。ただね、この2匹が残ってればもう余裕なので、よっ。そう、なんかシールド、ユグドラシルとかで撃つとあれですよね。食らうんですよね。おお、ちょっと、ルシファーとオシリスが微妙に食らってる位置なんでずらします。はい。ずれろ。わあ、かすっちまったぜ。ただ、オシリスがいる、動けるから、これルシファーだけ、おっと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 。まあ、こうっすね。はい。ルシファーはしょうがない。逆にずれちゃったね。え、うわ、やばい、くね。やばい、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 やばい。ああ、大丈夫だ。さあ、行かせてもらうぜ。おっと、ロックされてる。はい。次の4が来る前に倒したいな。ただちょっとロックが嫌な感じだけど使います。プニョが下にいるんで、ただちょい下げくらいで坂本龍馬弱点を殴りたいので、はい、こんな感じで。ちょっと、ルシファーやばくない？あ、セーフ。いった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 。オッケー、坂本龍馬でとどめです。おお、結構スピードクリア早いぞ、これ。もうこれ別に自爆しても全然大丈夫。まあ普通にこう弱点貫きます。特に跳ねさせる気はありません。はい。自爆系ストライクショット発動。オッケー。13ターンだ。マリシテン、やっぱり僕ちょうどやっぱモンスターがいいですね。ドラえもんもね、普通にこのもうガチャで当たったような強さですよね。さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い。ああ、はい、ということで、マリシテンヒカキンの全力パーティーでした。ご視聴ありがとうございました。よっよっ、イエイ、バイ。